による再生。なんでこんなことに。あ、言うてなかったけど、この辺りは後で複々戦化するからね。先に行って。というわけで開発計画です。これは、いつもの夜明けマップのサテライトです。考えている開発計画は5つあります。まずは、吉川線の延伸。令和駅から北に、さらに川沿いに伸ばす計画やで。次に、南側の延伸です。止め型水道から分岐して西へ向かいます。さらに、3つ目の夜明け町西側を回る路線。4つ目の東側を回る路線。最後5つ目は、小見川線を東へ延伸して、円の中心を抜ける路線を作ります。5つの路線が、マルトクロスを作り出す。名付けて、サークルシールド構想。この構想は、中心部の可視化を促すもの。その中心である、夜明け町駅は、グレードアップが必須なわけです。これって、後半3本だけで十分なんじゃ?とか思ったけど黙っておこう。というわけで、夜明け町駅と同じように複々線化する区間は、既存施設を壊していくで。この鉄道施設も、一目で無駄だと思うのね。ああ、どんどん壊されていく。後で綺麗に複々線になるから大丈夫よ。さて、約束通り複々線を建設していくぜ。さすがに作業が長くなりがちなので、6倍速です。割と綺麗に複々線化できるのね。もともとのマップの町次第やね。止め型水道駅は、観光線と急行線が入れ替えできるように、シーサスクロッシングを設置。交差点を壊すと、トラックの再設定が必要ね。止め型の駅を再び設置するで。2面3線。今回は観光線が中線の。真ん中に普通が走るスタイルにしようと思って。あ、一番線が基本使われないやつ。しょうがないね。あの、今関係ないんですけど、なんで夜明け町駅爆発炎上させたのよ。別に撤去だけでもいいのに。それが破壊による再生なんです。派手に破壊した方が再生数が伸びるっていう噂の。用つべ的な。そんな理由で派手に壊したけど、作り直しはするので。さて、画面は南夜明け町を置きたいところなんだけど、ここはスペースが足りないみたい。さすがに、建物を潰すしかないかな。高度10メートル固定で線路を並べる地味なスキル。お姉ちゃん、いつの間にそんな芸を。やってみたら意外とできた。やっぱり駅舎は置けないけど、建物を潰して微妙なスペースができるのも嫌ね。あ、そうだ。いっそのこと、2線の島式ホームにしよう。快速を止めないってこと?もともと、夜明け町、南夜明け町と連続停車も微妙だったしね。これで解決だね。確かに、これならうまくいく。助かった。というわけで、無事、複々線が敷き終わりました。あれ?夜明け町駅は?主要駅だから、開発の一番最後を飾ってもらうことにするよ。
何それ、ちょっと不安なんですけど。とにかく開発はまだまだ続きますよ。次は吉川線エンジニア、次回 A 列車で行こう。ナインゲーム実況夜明けの街編第25回、君の名前は僕に似ている。それでも守りたい駅があったんだ。